やってきたことが違うので、ね、それをしっかり見せてやろうと思ってますし、クスが100年早いっていうことをね、見せてやろうと思ってます。はい、盛り上げていかなあかんの俺は思ってるんで、亀田史郎さんの YouTube から出させてもらって、プロになって一戦二戦として、まだまだ道は始まったばっかりと思ってます。しつこい、しつこい。大阪の尊敬する一人のコウキさんなんでね、これだけしつこく言われたら出てけへんかった男ちゃうなと思って出てきましたけど、コウキさんの大阪をね盛り上げようっていう言葉にすごく心が動きまして、ボクシングも盛り上げれたら嬉しいなと思って来ました。はい、まあやっぱりその大阪やったら工事やろう、まあ一緒にちょっと大阪の利用を盛り上げようやっていうところで、コーチはね、打撃の強さは、まあ、特に何も言うことはないですけど、打たれ強さだけはね、世界チャンピオンなんじゃないと思うので、そういったところはね、楽しいですよ。やっぱボクサーとキックボクサーは、やっぱ違うんですよね。で、その時も、球種の当て方とか、そういうところでなってくると、コーチもその、拳を出すで戦おうとなると、いくらお互い強いって言っても、多分効いてくると思うんですよ。はっきり言ってその辺の波のボクサーのパンチなんか、まあ、ほんま大したことないなと。で、やっぱ世界で戦ってるね、ボクサーたち、俺もマジでリスペクトしてますけど、他の日本クラスの人ら、もうこいつらはエンターテインメントのかけらもないし、こいつらはほんまにプロなんだなと、まあ、話そうかなと。まあ、ボクシングも舐められたくないんで、だからボクシングでしっかりとこう、工事をノックアウトできる選手を今日はちょっと集めてきました。3人の選手の中から抽選で誰と対戦するかというのを決めていきたいと思います。 JR のキプーリ君は無理でしょう。おでん屋のはんぺんみたいな顔してきて、おんでんてき屋のおっちゃん来て、俺はもうやる気せえへんですよ。こんだけ記者会見来て、こんな何人来てるんですよ。これあやり直し JR から、はい、パンチのカウンターすごい得意なんですよ。言葉のカウンターがなかなか出てこなくて、喋りだと世界チャンピオンですよ。パンチ言ったらぶっちゃけボクシングしたら大したことないです。トロ兄貴を俺一番尊敬してますからね。それ一番やりたいですよ。アキベは、いや、一番先輩出すわけに関しては俺勘違いするんだよ。それが面白い。もうバチバチでボクシングなめんなよ、殺してやろうっていうぐらいの人をやりに来たからね、この感じで俺変えようかなと思って思わないですわね。ちょっとコウキさんやっぱ口が立つっていうか、やっぱ世界チャンピオンだなと思いました。ヒロキン選手、今渡したものは一体何なんでしょうか。ボクシング初心者じゃないですか。初めてでしょ。初心者マーク。初心者マークを渡されました。コウキ選手、いかがですか。一番ありがたいですよ。車に入りたらし、俺も儲かってんじゃないから、車が何台もあるから。初心者マーク。何台もあるからな。そう、ちょうどいい。ありがたいです。ただ、もうちょっと綺麗に持ってこいと。いやいやいや、めちゃめちゃに潰してやるっていう意味もね、それやってるんですよ。あんまり何言うとか分からへん。おもろいです。今だけ言うといてください。楽しみにしてます。決まりました。コウキ選手と対戦するのは、ヒロキング選手です。まだまだはんぺん君じゃ、キャラ作りがまだまだですね。頑張れ、はんぺん。口ばっかの世界チャンピオンだなと思って、まあ、試合でおもろい試合ですね、もう言われるようにしたので、よろしくお願いします。バチバチ来いよ。え？バチバチ来いよ。それは試合できますよ。世界レベル、それこそ内山さんとかって、世界レベルになると、やっぱりこう、ね、ハイレベルな駆け引きがあったりとか、ね、すごい高等技術の戦いになってくるんですけど、まだ1分4回戦なんで、こういう選手の4回戦ぐらいだと僕は思ってるんですよね。で、あと、まあ、激しい、バチバチの打ち合いになるじゃないですか。はい。ミリオンアリーナでは最初のマッチやらせてもらった以来なんで、すごく自分の中では思い出のある試合やったんで、まあ、それをね超えれるような盛り上がる試合をしたいなと思ってます。まあこの試合でがっつりまた、まあ、試合なのか何なのか分かんないですけど、がっつり稼いでまたスーパーガンで買おうかなと、はい、思ってます。だからモテてしゃあないと言うてますけど、年越えて何言うてんのかなと思って、まあ、試合でもうモテてしゃあないって言われるように、バチバチ見せつけたいと思います。お互い熱い試合を見たいですね。バチバチ殴り合ってほしいです。頑張ってください。このカードが、どれだけ熱い試合になるのか、ね、この2人の選手に関わっていると思うんですけど、最高回と8月14日、皆さんが、最高のこの舞台を楽しみにしてください。引き続き、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。試合正式にこうやって決まってやっとバチバチモードというか感じに倒してパンチに出るように僕が見せつけます。ボクシング好きなんでね、飯田トレーナーっていうね、マサトさんとかね、それこそ内山さんとかね、育てた名トレーナーにずっと見てもらってるんで、まあ、そういう進化の姿を見せるといいなと思います。はい、そうですね、8月14日、もうね、いつも言ってますけど、王子軍団のために戦いますし、ファンのために命かけるんでね、みんな応援してもらえたら嬉しいですね。しっかりね、いい試合を見せて、みんなを喜ばします。はい。